はい、皆さんこんにちは。タンメンくまちゃんです。今日はですね、タイトルにある通り、ちょっと中国語の発音に関することを動画にしていきたいと思うんですけども、この形声っていうのはご存知でしょうか？本来中国語ってどの漢字も1声から4声のどれかの声調で発音するんですね、まあ、なんですけど、実際に話すときは話しやすくするために、本来声調のね、1声から4声のどれかが当てはまる漢字が実際に話すときでは形声として発音されます。形声になる漢字は割と2文字の単語のね、2文字目だったりすることが多いです。例えば、ズ、この漢字中国語では本来3声です。だけど、イズっていう風に椅子として使われる場合のズは形声になります。ズ、イズ、同じ漢字なのに発音違うの皆さん分かりましたでしょうか？で、この形声のことを多分中国語をまだ習い始めたばっかりの皆さんや、意外とね、もう習って結構経つけど、なんとなくで理解して、なんとなくでね、発音したりしてませんか？でも実は形声にも法則性があるんです。形声の前にどの声調が来るかがすごい大事なんですね。なので今日は皆さんにネイティブっぽく中国語の形声を発音するコツをお伝えしたいと思います。まあ、ちょっと自己流なんですけど、形声がまだよくわからないという方はね、ぜひこの動画を参考にしてみてください。ではまず形声の大原則をお伝えします。もうほんと一番大事なポイントです。まず1声と4声の後ろに形声が来る場合は、形声はその前の音よりも下がります。で、2声と3声の後ろに形声が来る場合は、形声は前の音よりも上がります。そしてこれらの音を軽く短く発音することです。この辺を覚えておくだけでもう全く違います。じゃあ実際にどれぐらい上がってどれぐらい下がるかっていうのを、ちょっと例をね、挙げながら説明していきたいと思います。まず1声と形声の場合ね、これの単語例としてはママっていうのがあります。お母さんっていう意味ですね。ママ、このように同じ漢字が2つ続いている単語は、2つ目の漢字がね、形声になることが多いです。で、ママ、この時の発音ね、2つ目のマの方がワントーン下がるんですね。なんだけど、このワントーンがもし覚えづらいよっていう方は、関西の方のね、セヤっていうのを思い出してください。これ関西の方からしたら、私のセヤのイントネーションすごい変かもしれないんですけど、でもね、セヤぐらいな感じでママって発音すると、もうすごいね、ネイティブっぽくなります。セヤ、ママ、結構近くないですか？1声の後ろにケースが来る場合は、形声は1声よりワントーン下がる、もしくはせやね、イントネーションで覚えてください。そして2声形声の場合ね、いえいえっていう単語があるんですけども、これはおじいちゃんっていう意味です。で、いえいえ、この時のいえ、形声は4声に近い音なんですね。いえいえ、いえいえ、2声形声の場合は2声プラスちょっと低めの4声だけど、このちょっと低めの4声が難しいなと思ったら、もう4声として発音しても大丈夫。だって、いえいえと、いえいえ、そんなね、大きな違いないです。なんか違和感はないですね。形声を適当に発音するよりは、2声4声で発音しましょう。2声形声の他の例としては、眉毛、これ眉毛っていう意味なんですけど、眉毛、これとか私結構2声と4声で発音してると思います。このね、けっていう字は本来だったら2声なんですよ。絶対ね、単語を覚えるときはそのピンがね、形声になってるかどうかを確認しましょう。2声形声でも形声がこう高くならない単語もあります。例えば、朋友、友達っていう意味なんですけど、朋友、この時の用はちょっと下がりますね。3声に近い発音ですね。あとはいろんな参考書とかネットとかを見てると、2声の後ろの形声は低くなるっていう風に言っている方もいるんですね。一応これに関しては個人差があるかもしれないっていうことをお伝えしておきます。まあ、実際に私は2声の後ろ形声を4声っぽく発音してて、なんか今まで指摘されたことはないんで、まあ形声がなかなかつかめないっていう方は、もうとりあえずこれで言ってみましょう。続いては3声形声の場合なんですけど、これの単語例として、ないないっていうのがあります。ないない、おばあちゃんっていう意味の単語なんですけども、このないない、2個目のない、この発音ね、1声から4声のうちのどれかにすごい似てませんか？ないない、ない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 、そうなんです。3声の後ろの形声は1声に近いんですね。まあ、正しくはちょっと低めの1声なんですけれども、ちょっと低めっていうのが分かりづらい場合は、もう3声形声は3声と1声だと思ってください。ないない、
ないない。だからもうそんな差はないっていうか、もう自分でも言っててね、もう分かんなくなるくらい結構一声で発音すればね通じると思います。でこの時の形声も短く軽く発音することがポイントです。そして四声形声の場合ね、これの単語例としてはバーバっていうのがあります。バーバ、これお父さんという意味なんですけど、この2つ目のバーは1個目の4声のバーよりもワントーン下がる感じです。あのありがとうという意味のシェシェもそうですね。シェシェ、まあ、これは結構皆さん感覚でもうできるっていう方も多いと思うんですけども、もし難しいという場合は日本語で、あ、そういうことかってひらめいた時のそうかっていうのを思い出してください。バーバ、そうか、近くないですか？なので、4声形成は4声とワントーン低い音なんですけど、難しい場合はひらめいた時のそうかと覚えてください。はい、ということでね、まとめると1声プラス形成の場合はせや、ね、せやの高さで、2声プラス形成の場合は2声4声の高さで、3声プラス形成の場合は3声1声の高さ、4声プラス形成の場合はそうかの高さですね。これあくまでも自己流なのでね、もし覚えづらかったりしたらごめんなさい。で、すごく正確かって言われたらそうではないんですけども、まず私がお伝えしたことが皆さんね意識できればもう間違いなくね伝わると思います。そして最後にいくつか形成によくなる言葉を挙げておきますね。まあ、一番最初お話ししたずなんですけども、これは本来3声なんですが、椅子、桌子とかね、あとこいつっていう風にこう単語として2文字目になるときはだいたい形成になることが多いです。あと〇〇の、ね、誰々のとかね、そういうのを意味するド、この字も前に来る言葉でね、このドの高さがちょっと変わります。例えば我的、你的っていうね、私の、あなたのっていう時ではちょっと高くなるんですけど、他的っていう風にね、彼の他的っていう時はではちょっと低くなる。これはさっきお話しした形成の原則に当てはまってます。なのでこの to がどの高さかっていうのは前の言葉の姿勢がどれかね分かってれば絶対にできます。あとは動詞の過去形とかこう完了を示す了、去了、吃了、走了、この辺ね、この了も形成としてよく出ます。あとは们、我们、他们、你们とか人の後ろにつく複数形のことなんですけど、これも形成によくなります。ということでね、今日は形成をネイティブっぽく発音するコツっていうのをね皆さんにお伝えしました。どうだったでしょうか？少しでもね、形成が今より苦手じゃなくなってたらいいなと思います。もしこの動画が皆さんの役に立ったりしたら、ぜひね、チャンネル登録や高評価をしていただけるととても励みになりますので、よろしくお願いします。じゃあね、今日の動画はここまでにします。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。おめんしゃつ在見。バイバーイ。